実際は文化部長の決裁判断ということでですね、統一教会の名称変更疑惑の渦中にある下村博文氏、文化庁に責任をなすりつけたことから内人望がさらに低下、重鎮の森元総理からもきついダメ出しを食らう羽目に。自分は安倍さんの後継者のつもりで組織を仕切っていたみたいで、みんな困り抜いていた。みんなの一致していることは下村博文だけは排除しようということ。安倍派崩壊の兆しが見えています。今までに一度も働いたことのないサメの脳細胞が初めて動き出す。共食いの予感。